OK、ミュンヘン4日目っす。今んとこ毎日晴れててラッキーだけども、明日からしばらく雨降るみたいな予報見たんで、晴れてるうちにと思って、今からちょっと市内から離れたところにあるお城に行こうと思って、まあ、バス乗ってそこまで来て、今お城まで歩いていくところ。この4日間こちらはと言いますと、毎朝しっかり早起きして6時に起きて、人通りの少ないうちに市内をランニングして、朝ごはん食べながらちょっとドイツ語勉強して、市内の美術館片っ端から見て回ってお勉強したっていう感じです。まあ、今んところ健康にやってますわ。肉とか、まあ、ソーセージとかパンとか食いすぎて体壊したら嫌だなっても思うんで、ぼちぼち運動を織り交ぜつつやっていこうかと。とか言ってる間にもうそのお城目の前だいぶ近づいてまいりました。これがニンフェンブルグ城っていうやつっす。まあ、一応名前は城ってついてるけど、実態としてはどちらかというと宮殿、別荘としての宮殿みたいな。ちょっと待って調べる。ニンフェンブルグ城、ミュンヘンっていうのはバイエルンっていう地方の一都市だけど、そのバイエルンを支配してたヴィッテルスブルク家っていう、これは先帝公の一族で神聖ローマ皇帝も輩出してるみたいな名門の一族、そいつらがまあここに夏の間とか住んでたらしいっす。まあ、なんだかんだ市内もいろいろあるけど、ここが一応ミュンヘンで一番人気の観光地っていうことらしい。後ろから見るとこんな感じで、その先にずっとほぼ無限とも思われるようなお散歩道が広がってます。まあ、なかなかお散歩にはうってつけの日っていう感じ。よかった。もうこの後ろの庭とか見始めたらもうキリないし、日差しが強すぎてもう日射病になるんじゃないかというぐらいなんで、もうさっさと諦めてあっちあの城の本丸に行ってみようかと。一応見てきたけど、そんな大したもんじゃなかった。趣味悪いなっていう感じがしてしまって、あんま楽しめなかった。今はこちら1時45分。まだまだ今日これから取り返せる感じはするから、戻ってどっかもっとおもろいとこでも探しに行こうと思います。ま、あそこ行った方がいいとか、ここ行った方がいいとか、あっちは絶対行った方がいいとか、いろいろありますけど、人気の度合いは。それが裏目に出たっていうのも旅行の醍醐味かと思って、まあ、前向きに捉えていきますわ。市内の方も結構あらかた主要なとこは見ちゃって、調べてみたらなんか良さげな映画館があって、映画ファンとして一旦そこ行ってみてもいいのかなと思って、ピカチュウの映画でも見に行こうかと。結構楽しみです。これがその映画館、ロッキーホラーショーもやってるっぽいぞ。ほんでチケットがこれで、映画館があちらです。入れる。やばい、いい映画館。端っこの席座ろう。じゃあまた。ピカチュウ面白かったで、字幕なし英語版だったから子供とか見に来て、英語でいきなりピカチュウの映画見せられて、あれわかるんかなと思って。まあ、叶いませんわって話ですわ。5時半っす。でこの明るさ、日暮れんの大体9時とかやからね。まああとやることもないし、今日もさっさと帰って寝るだけなんで、今日はこの辺にします。バイバーイ。